国に登録せず FX 投資に関する勧誘を行ったとして、海外に拠点を置く投資関連会社の役員ら4人が逮捕されました金融商品取引法違反の疑いで逮捕されたのは、シンガポールに拠点を置く投資助言会社、スカイプレミアムの最高経営責任者、斎藤敦容疑者45歳と、幹部の男3人です。 逮捕された4人は2019年から2021年にかけ国に登録せず福岡県福津市の男性ら6人に海外の FX 業者との投資に関する契約を仲介した疑いです警察によりますとスカイプレミアムは2013年からのおよそ8年間に全国のおよそ2万6000人から合わせて1350億円を集めたと見られていて 警察は今後、集めた資金の運用や管理の実態を調べ、全容の解明を進める方針です。